はい。では始めていきますね。えっ、ー、と、理算サイト企の、あの、授業として、これ最終回になります。14回目の授業なんですけども、あの、来週ですね、あの、この時間が、まあ、この時間といっても、あの、リアルタイムでいる人にしかこの時間という言い方は通じませんけども、この10時40分からの時間ですね、あの、期末試験を行うという形になりますので、えっ、ー、と、必ずですね、あの、教室の方に来てください。西八号館の1階の中高技術という、 場所だと思います。182という部屋ですので、必ず来てください。で、こちらの方で、まあ、90分間、期末試験を行うという形になります。で、あの、ちょっと、あの、期末試験の準備をするときに、ちゃんと考慮していなかったのが、いけなかったなと思うんですけども、あの、この授業、あの、社会人学生の方も、あの、履修してるんですけども、社会人学生の方、あの、もし昼間来られないということでしたら、あの、別の日の、夜間か土曜日に、あの、 別の形の試験を、あの、設定しますので、えっ、ー、と、それは、あの、ご連絡ください。あの、来週の月曜日までにご連絡ください。で、そうすれば、あの、そのように出します。あの、全然、あの、この、あの、平日の昼というか、午前中に、あの、大学に行く、来ることは問題ないということでしたら、別に、あの、それでも、全く、私の方は構いませんというか、むしろその方が、私としては望ましいので、そうしていただければありがたいんですけども、まあ、それは、ま、あの、社会人学生の方には、あの、多くを望まないというか、あの、そういう、 あの、夜間や、あの、土曜日に行うというのが、あの、本来かもしれませんので、まあ、その部分は、あの、ちゃんと、えっと、私の方で、あの、対応できますので、そのようにご連絡ください。よろしくお願いします。まあ、そうでない限りは、あの、この時間に、えっと、社会人学生の方も、あの、試験を行うということになります。よろしくお願いします。それでですね、この最終回に、 についてはこのマイ9回って話を、計画では、まとめのような形のことにしようかなと思ったんですけども、まあ、まとめを最後にやるんですが、えっと、このマイ9回って話が、あの、最近ですね、この整数計画問題を解くアルゴリズムにおいては非常に重要な役割を果たしてまして、しかも、あの、普通の方々、普通の方々っていうのは誰かわかりませんけども、おそらく皆さん、皆さんにとってこの、あの、マイ9回っていうトピックがですね、非常に軽んじられてるというか、えっと、いう、まあ、知らないものを軽んじることはできないんですけども、えっと、 まあ、あの、知っているといいだろうというふうに思ったのでご紹介するという形の話をします。で、どういうことなのかというと、まずじゃえっと、一応、あの、えっと、進まないです,、ね、ここですね。えっと、どういう感じの話なのかというと、えっと、まあ、あの、流れとしては、えっと、講義ですね。ずっとこういう形で、はじめ準備、モデリングと話をしていて、今、アルゴリズムの話をしていて、あの、前回まで、ラグランジュ緩和っ話してましたけども、今日この前9回で話をすると。で、まあ、次回。 試験を行いいまますすという形になりますそれでですね、あ、まあ、今日その前9回って話をしたいんですけども、あ、多分これ、これ、あの、前9回読むと思います。あの、前処理とかと同じような形で、まあ、なんか、前9回と読みたくなる気もするんですけども、前処理っていうのも、なんかその、あの、前処理といって、前処理とかって言わないので、まあ、前処理。 と同じように前9回というふうに読むことにします。それでですね、まあそのお話をしていきたいんですけども、まあどういうものなのかとちょっと復習するとですね、あの分子説情報の話をした回がありました。その何回目だったか忘れましたけどもで、その時にまあこのようなフローチャートのような形の、えー、と話をしてで、で、この中でですね、いろいろな部分でその、おあの、パラメーターというか、皆さんその、あの選択肢、任意性がたくさんありますよっていうような話をしました。で、そ,れその時にですね、まあこういうような、あの、 そのせ、任意性がありますよと。で、そこら辺はですね、あの、自分で決めるとかですね、あるいはその、その場合によっては、まあ、デフォルトのパラメータが決まっていたりして、それ皆さん、あの、あの、なんだろう、調整できますよ、というような話をしました。で、まあ、その中にその分子戦略とか、セステン戦、 タック戦略とかですね、カット生成戦略というものがあるっていう話をしたんですけども、まあ、そこで述べなかったものの一つとして、えっと、この、毎休会戦略っていうものもありますよという話をちょっと出しました。でまあその時にですね、時間があれば最後の方の授業で扱うかもしれないっていうふうに言ったんですけども、まあ、実際今から扱いましょうということになりまして、お話をするということになります。で、まあ、前休会っていうのは、あの、英語でこのプレソルブというふうに言って、まあ、あの、プレソルブっていう英語しかなくって、日本語で本当に毎休会って呼ぶのかどうかわかりませんけど、 けども、まあソルブが9回であって、まあ、プレがその前ってことなんで、まあ、前9回という日本語でいいんじゃないかというふうに今思っております。もしかしたら人によっては違うえっ、ー、と日本語を使うかもしれませんし、まあ、日本語訳がまだ定着している感じはあんましないですし、まあ、研究者の間ではもうプレソルブというふうにカタカナで言ってしまっています。 まあ、なので、まあ、無理にですね、日本語にする必要はなかったかもしれませんけども、まあ、できる限りですね、こういうのは訳していた方がいいと思うので、まあ、ここでは毎休会と呼ぶという形にしたいと思います。で、その毎休会、そのプレソロブって何なのかというと、まあ、入力を変換することによって、等価な解きやすい入力を得ることです。で、これは、まあ、あの、まあ、毎処理と呼ばれることもあるんですけども、 まあ、あのー、なぜか、なぜかというと、いかないかな。あの、この最適化の分野では、プレソルブというふうに言うことが多いですし、どちらかというと、その前処理っていうのは、そのデータを整形することに用いる。例えば、なんか外れ値があったらそれを取り除くとか、えっ、ー、と、欠損値があるようなデータのそこの部分の、なんか、あのー、 行とかを取り除くとか,とか、そういうような形で前処理って言葉を使うことが多いのかなって気がするので、まあそれとは違うという意味で、まあ前休会って言葉を使ってるのかなっていう、まあ、気も、気もします。そういう気分も、えっと、感じられます。で、下はまあこのイメージ図で、まあどういうことかっていうと、例えばその最適化問題解きましょうっていう時にまあ入力がありまして、それをなんかアルゴリズムに、えー、っと入れて出力を得ると。だからそのまあ最適化問題を最適化 ソルバーに入れて、なんか最適化を得るとかっていうことを、まあ、この最適化では行うし、まあ、最適化じゃない場合でも、なんかそのアルゴリズムを使ってなんか問題解決をするという場合には、そういうことを行うわけです。で、この普通のですね、そういうソルバーとかそのアルゴリズムを動かす前に、この前9回っていうのを行います。で、毎回を行って、その前休で出てきたものがなんかあるんですけども、それを、その普段使っているとか、普通のそのアルゴリズムの入力とするということをするわけです。 で、そうすると、まあ、なんか出力が出ます。で、その時にですね、その、まあ、毎休暇を使わない時と出てくる出力っていうのは、まあ、同じであってほしいというか、まあ、同じでなくてはならないんですけども、この毎休暇を使うと、願わくば、このですね、一連のプロセスが早く終わる。っていうことが、あってほしい。それが、まあ、この上のついっていう、あの、言葉の意味に、あの、私は込めている思いです。 だからこの毎休会っていうなんか余分なプロセスを踏むことによってなんか全体としてはなんかエアコンくなるから時間がかかってしまいそうだなっていう気がするんだけども最終的にはこの方が早く解けるっていうことができてほしいというものです。でですね、そんなこと本当に起こるのかというふうに思うかもしれませんけども、まあ実際にちょっとやってみた。この MIPLIVE 2017っていうあのいわゆるベンチマーク問題集があるんですけども、その中にですね、このフィジシアンスケジュール6.2っていう フィジシャンシェッドかな ?6.6-2 っていう、こういう問題、まあインスタンスがあります。それあ入力です。これおそらくその、病院におけるフィジシャンなので、えっと、お医者さんですかね。お医者さんって言ってるのは間違いないと思うんですけども、えっと、スケジューリングに関する多分問題だと思,う思います。で、これはですね、変数え、見てみると変数の数がですね、11万。 1827。で、制約の数が16万8336とか、こんな感じになってると。で、ちょっと今から、ちょっとどんな感じかってことをお見せしたいと思うんですけれども。だから実際ちょっとこ解こうと思うんですけども。で、これ、あの、ちょっとスキップっていう、えっと、なんだっけ、ソルバーをちょっと使ってますいますけども。えー、っとですね。で、この問題読み読み込みます。で、ちょっと問題読み込むのもですね、ちょっと時間かかったこんな感じで。で、これはちょっと見てもらうと、えっと、ここら辺にですね、えっと、11万、 1827バリアブルズだけありますよと。で、えっ、ー、と、168,336コンストレイントありますよって形で、あの、あえっ、ー、と、正確そのとありますよっていうふうに書いてあります。これ、教室の方、これ見えます字の大きさ大丈夫ですかって形になってます。で、ここに、まあ一応なんか、あの、ビンが、 一、十万九千三百四十六で、コントが二四八式体験ですけども、これは何かっていうと、あの、バイナリーバリアブル、だから、えっと、ゼロか一の値を取るような変数は、まあ、十万ちょっとありますよと。で、あの、コントってのはそのコンティニアスバリアブルですね。えっと、連続値を取る、えっと、 変数もこれ混ざってます。だからあのこ、あの、普通の整数計画問題なくではなくて、いわゆる混合整数計画問題と呼ばれるような問題なんですけども、まあそういう問題を今ここでは扱っているという形になります。でですね、ちょっとあの、パラメータの設定をするんですけども、えー、っと、こ今からですね、ちょっとこのプレソルブを、えー、っと、すごくあの、アグレッシブにやっていこうと思うんですけども、で、これでですね、プレソルブっていうふうに打ち込むとですね、これあの、このプレソルブやってくれます。まあ実はですね、普通にあの、えー、っと、ソルバーを動かしても、初めにあの、 毎9回、プレソルブやってしまうんですけども、それだとですね、あの、ちょっとよ様子がわかんないんで、とりあえずプレソルブというあのコメント、コマンドを打って、えっと、ちょっとすいません、なんか、マイクの位置が悪くて、えっと、はい、それでですね、えっと、このプレソルブってねやってみるんですけど、ちょっとこれ2分ぐらい時間がかかるんですけども、まあこれでやってみると。で、そうするとですね、これプレソルブがザーっと動いていってですね、あ、これと下の方を表示されないですね。えっとですね、 今、これなんか止まってるように見えますけど、これずっとこれ計算してます。で、ラウンド今16とかっていう、あの、なんか、あのなんかたくさんのラウンド、これ、あの、計算を行っていくんですけども、で、ここで見てほしいな、ここら辺にですね、であ、この各ラウンドでですね、例えばここら辺、今、今こ、のラウンド17までが終わるとですね、108466デルバーズって書いてあります。これ何かっていうと、先ほどですね、たくさん変数があったんですけど、その、この前計算によって、えっと、1474、あ、違う、これ1だここですね、えっと、 ああ、進んでしまっても消えてしまった。今一番新しいころラウンド25によると、この1万、あ10万8601出るバーズ書いてあるのは、これだけの変数が、えっと、今考えている問題から取り除かれました。というふうに言ってます。だからマイケルさんによっても、うこの、あの、なんかいらない変数というか、まあ、その、その処理によって、あの、そういうふうにしなですね、あの、えっと、変数が減っていったりですね、この後ろにはですね、今これ17万382出るコンス、 って書いてあって、これは制約がですね、17万ぐらい今、取り除かれましたっていうふうに言ってます。で、その後ろにですね、この7858アッドコンスタンスを言けども、これは逆にですね、えっと、制約を付け加えてます。あの、 分子切除法とかですね、切除平面法のところでも言ったように、あの、制約を付け加えることによって問題を解きやすくするってこともあるので、そういうことも行ったりします。で他にもですね、このなんかあの、チェンジバウンズとかいうものとかですね、チェンジサイズとかっていろいろあるんですけども、まあいろんな処理をですね、こずっと今行っています。で、まあラウンドたくさん進んでいってですね、これ多分2分ぐらいで終わると思うんですけども、で、2分ぐらいすると、 あ、もう終わるかな終わってほしいんですけどなかなか終わらないですね。でも、まあ、2分ぐらい経つとですね、えっ、ー、と、終わるはずっていうのは、ちょっと先ほどやってたんですけども、終わるはずなんですね。先ほど、あの、スライドにあるのはですね、あの、私の手元のあの、PC なんですけども、この手元の PC っていうのは、この、あの、あの、ズームでやってるこの PC とは違って、このズームの PC は、これはですねあ、研究室の PC なので、ちょっと違う PC なんですけどもな、なぜかこっちの方がちょっと時間がかかる。ので、ちょっと2分、ぴったりで終わらないとは思うんですけれども、 もうそろそろ終わってほしいなっていう気はするんですよね。で、こんな感じでですね。まあ、なんか、マイケーさん時間がかかるなって感じはするんですけども、ちょっとこれ後で、じゃあマイケーしましょうって感じます。でですね、もうそろそろ終わってほしいなっていう気はするんですけどもうでもなんか、このなんか10万何とかデルバーズと書いてあっても、かなりのですね、数の変数がなんか削除されてるし、なんか、かなりの数の、えー、っと制約が削除されてるなっていうような感じのことは、なんか、あのー、 見て取れるという感じになりますでもうそろそろ終わってくれないかなという気がするんですけども、なかなか終わらないですね、はい。で、終わらないかなというふうに待って、これだけであの90分の授業が終わてるということはないので大丈夫なはずなんですけども、えっと、これ見てるだけで終わっちゃうと嫌なんですよね。もうそろそろだと思うんですが、あどうかな、まだだな、ま、だこれ、プロービングってやって、これああ、プロービングっていうのはですね、あの なんだろうあの 一部の変数をその0とか1に固定するとどうなるかっていうのをなんかその特徴探索的にですね、やったりするとかっていう、そういうような、あの、処理もあったりするんですけども、あ、もうそろそろ終わりそうですね。もうそろそろ終わりそうだと。今、シンメトリーコンピューテーションっていうのが始まったんで、これ多分もうすぐ終わると思います。あ、終わりましたね。終わりました。で、今、このプレソルビング、これ、あの、200秒かかるって言ってまして、ちょっと思ったより時間かかりましたけども、まあ200秒かかりまで、200秒かかった時に、この最終的にこの、プレソルブドプレム,プロブレムってのが書いてあります。で、これがそのプレソルブ、その、 前、前9回によってできた問題、その問題入力が、えっと、変換されたんです。で、変換された後の問題は、4624個のバリアブル、えっと、変数を持ってますと。で、4638個の、えっと、制約を持ってますという形になってます。だから、もともと10万変数とか10万制約あったものが、かなりの変数減ったり、かなりの制約減らされる形で、えっと、 問題変化されたという形になりますで。しかも先ほど言っていた性質が満たされるはずで、これでですね、普通に解いても、えっ、ー、と、得られる最適解というか、えっ、ーえー、と、なんだろう。まあ、なんか、10から問題が作られているという感じになります。で、実際解いてみます。オプティマイズで解けるんですけども。で、それでやってみるとですね、今、あの、まあ、えっ、ー、と、前9回に200秒ぐらいかかったんですけども、で、今ここではですね、えー、と頑張って、あの、分子切除法を普通に走,走らせているんですけども、その、先ほどのその、減った、 ところの問題で解いてます。で、そうするとですね、今、解けました。で、全体でえっと解く時間は212.00秒かかりましたっていうふうに言ってるので、プレソルブの後のところでかかってる時間は12秒ぐらいっていう形になります。で、まあ、解けたって形になってます。でですね、ちょっと同じようなことを、じゃあ、プレソルブなかったらどんな感じなのかってことを見,見ていく前に、これは上に行けるかな。このですね、ちょっとあの、ログ。おっと。ちょっと待ってくださいね。もうこういうちょっと。 操作がですね。あ、しまった。消えてしまった。これあ、ここで見えるかな。ええー、とですね、ここになんかその、なんか表のような形でなんか出てるものがあるんですけども、これはですね、先ほどのその分子、あの、普通にですね、分子限定法をやった時のログなんですね。で、ちょっとこれは見方は、 難しいかもしれないんですけども、あの、一、これちょっと、あの、本棚これ表になっていて、一行で収まってほしいんですけども、一行が収まらなくて2、二行になってます。すいません。で、えっ、ー、と、タイムっていうのは、これは、あの、時刻を表していて、まあ、204秒目のところで何かが起こってるっていうことが書いてあります。で、次の欄が、これ、濃度って書いてあって、これは、その、分子切除法における、その、計算技の、えっ、ー、と、濃度数というか、 それを書いてるものになってます。で、濃度数、これ、あの、1でずっとこの進んでいます。だから何かっていうと、計算を始めようとしてるんだけども、その初めの、そのルートの部分でずっとこれ計算を、あの、続けてるってことを、あの、示しています。で、そのルートの部分でずっと計算していて、このルートの部分でこれ計算が終わってるって形になってます。だから、その全然その、なんだろう、分子限定法とか分子切除法における、その場合分けってことを全くせずに、計算終わってるって感じで、それで、まあ、早く解けてるって感じになります。で、これをで、で、えっ、ー、と、 これをですね、実際に、えっ、ー、と、さっき言ったのは何をしたいのかっていうと、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、前計算を行わないようにしましょうという形でちょっとやってみます。でも多分もう一度問題読む必要があると思うので、もう一度問題読み込みますけども。で、ああ、しまった。プレソルビングエンファーシスの方、すいません。エンファーシスすいません。で、えっ、ー、と、もう一度問題読みます。読み はい。で、えっと、プレソルブしないで、普通に解いてみます。あこれ、プレソルブ、やらないで普通に解いてもプレソルブしちゃうんですけども、ただ今、プレソルブのオプションオフ、オフにしたので、普通に解いてもプレソルブしないことになります。で、実際に解こうとしてみます。で、解こうとすると、普通にその分子限定法始まってくんですけども、今から始まってきます。で、えっと、 まあなんかこれだから3秒プレソルブしてるように見えますけども、実際は何もしてない。だか,だからプレソルブに入るんだけども、オプションでオフにするかしませんっていう形になってます。で、今からここで、あの、先ほどの分子限定法とか分子切除法が始まるんだけども、それすらまだなかなか始まらないですね。で、今、ここではその11万変数、11万、あ16万、えっと、制約の問題を普通に解こうとしてます。で、そうすると、今、まあ、濃度1のところがこれ始まってるんですけども、で、だん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 、これ、あの、 ま、はじめその濃度1でずっとこれ頑張るんですけども、先ほどは、あの、プレソルブした後の問題は、ラジュ何秒もかからずになんか解けていたっていう形になってますけども、今は、えっと、まあ、 40秒経っても、なんか、あの、何も起こってないって感じですまあ、何も起こってないかどうかっていうことは、ちょっとこれは、この表の見方がわかんないと、全然分かんないかもしれませんけども、あの、何も起き、今のところ起きてないって感じになってます。で、まあ、ノードのところ今1なので、まだ、このルートのところでずっとこれ計算頑張ってるっていうことになるんですけども、それでもですね、なかなかこれ、あの、うまくいかずにですね、これ、あの、後で、この授業終わる頃にもう一回、この、あの、状況をお見せしますけども、その時でも多分、この計算終わってないはずです。 その時にもう一度お見せして、これずっと待ってると本当に授業終わっちゃうので、えっと、これはまた後でどんな感じかってことをお見せすることによって、まあこんな感じで、その、えっと、その、プレソルブですね、前計算っていうの前9回の威力っていうのがあるんだってことを、まあ後でもお見せしたいかなっていうふうに思います。っていうのがあります。で、えっと、こういう、これをお見せするとですね、まあだからこの問題、このインスタンスは非常に特殊でこういうふうにうまくいくんだろうっていうふうに思われるかもしれないんですけども、実際そんな感じではなくて、 あ、そうだ、一応、統計を言うと、えっと、変数の数はこれでですね、0.04倍になってます。だから、えっと、なんですか、100分の4ぐらいになって。 で、制約の方も100分の3ぐらいになっているというふうな形で、非常にその、元々の問題は10万変数とか16万制約、たくさん、あの、変数や制約があるんだけども、この2分ぐらい、3分ぐらいの計算によって、すごく変数の数も制約の数も減って、解きやすくなっているということになるわけです。で、この威力は絶大ですね、ということになるわけです。で、この問題が特殊だからそういうふうなことが起きるのかなっていうふうに思われるかもしれないんですけども、実際はそんなことはなくて、えっと、他の論文ですね、このアハタバーグとブンダーリングのですね、論文というか、これはあの、 には、あの、こういうことが書いてあります。で、彼らはですね、その、えっと、まあ、当時の最新のソルバーですね。一番良いソルバー。で、その、あの、プレソルブ、前級会が、 えっと、ある場合とない場合で、どれぐらいその性能が違うのかってことを比較するっていうことをやってます。まあ、あの、この論文はそれだけじゃなくて、いろんな部分で、その機能があるない,ないによって、どういうふうに違いがあるのかってことを比較をしてるんですけども、特に、まあ、そのプレソルブの部分だけここ、ここ、抜き出してきました。で、この表はどう見えるのかっていうと、この,の t i リムってのがあります。これ何かっていうと、えっと、あ、ちょっと次に進みますね。えっと、 この、まあ、オールっていう、この、えっと、行を見るとですね、ここのインスタンス、問題を今から、あの、解きましたと。で、それによってどういうことが起きたかっていうことを、この行に書いてます。で、彼らはですね、えっと、制限時間、10K だから1万秒で解いてるんですけども、あ、解こうとしてるんですけども、ここに書かれてるこの t i r i m っていう列は、えっと、 前計算がある場合とない場合で、その制限時間内で解けなかったインスタンスの数はどんだけでしたかってことを書いてます。でそうすると、前計算がありの場合はまあ94個は解けなかったとは言ってるんだけども、前計算なかったら、マイ9回なかったら、556個も解けなかったというふうに言ってるわけです。だから、この前9回によって解ける問題の数が増えたというふうにもまあ言えるわけです。 じゃあ、その、で、実際その、かかった時間はどうなのかっていうと、それがその右の方に書いてありまして、うん、このファースターっていうのは何かっていうと、ノープレソルビング、えっと、毎休会を行わないことによって、えっと、毎休会を行う場合よりも早く解けたのが323個あって、毎休会を行わないことによって遅くなったのが1841個あるというふうに言ってます。だから、毎休会をやることによって必ずしも早く解けるわけではないんだけども、早く解けるようなインスタンスの数は割とたくさん、 あの、増えてます。ということは、ここでわかるということです。先ほど言った通り、その、毎休会自身にも時間がかかりますし、毎休会をやってですね、変換した後の問題が本当に簡単になっているかどうかっていうのは、割と場合によります。ので、まあ、本当に毎休会がいいのかどうかってことは、一概に言えないんですけども、まあ、その、統計的には、その、全体的な傾向としては、毎休会を行った方が早く解けるという形になっています。 で、その横にこのタイムっていうのとノーズっていう欄があるんですけども、これ何かっていうと、その前休会を行わないことによって、えっと、時間がどれぐらい何倍増えましたかとか、先ほどのその分子切除法で計算するときのその濃度数っていうのが何倍増えましたかってことを書いてます。だから、えっと、前休会を行わないと時間が3.5倍ぐらい増えてしまいました。逆に言うと、えっと、前休会を行うと3.5倍ぐらい早くなる。3.5倍早くなるって言ったらいいんですかね。時間が 3.5分の1になる。とかですね平均で。で、濃度数も、えっと、平均で3.97分の1になる。<laughs> っていうふうに言ってます。まあ、ここの平均、これ、期間平均なんですけども、まあ、そういうような形で、えっと、評価しています。で、まあ、あの他の業もあるんですけど、ちょっとここは、あの、説明、ちょっと飛ばすことにして、まあ、こんな形で、まあ、その前9回っていうのは、あの、 まあ、統計的にというか、その、あの、たくさん問題とかした中でも、いろいろと見ていくと、いい、えっ、ー、と、性質持ってるんじゃないかっていうふうにまあ思えるわけです。 でですね、まあそういう形なので、毎9回いいかなっていうふうに思うので、毎9回やっていきましょうと。で、毎9回ってのは実はですね、いろんな細かいアルゴリズムを、えっと、組み合わせてやってるってことが多くて、この整数計画問題に対する毎9回のアルゴリズムっていうのを網羅したり、いろいろと説明するのはなかなか難しいので、今日の授業では行いません。だけども先ほどのそのソルバードに入ってるようなものっていうのは、 あの、まあ、い,いろんな論文に実はあの説明されていたり、あるいはですね、あの、ソルバー、あの、商用のもの、売られてる製品のものとかあるんですけども、この、ま、前計算、前休界の部分っていうのは、あの、その、なんだろうな、そのソルバーのですね、腕の見せ所のようなところが現在はあって、 だから、その、あの、商品の中でですね、どういうその前休暇を行っているのかっていうことが、まあ、秘密になっているというか、あの、我々知らない部分も割と多かったりします。で、まあ、論文に書かれているものは、我々、あの、アクセスできるので、まあ、そういうものは見ていただくと、あの、どういう、あの、前休暇のアルゴリズムがあるんだってことは分かったりします。ただ、これだけでもですね、非常にもう、膨大です。 膨大です。だからちょ、ここでは全然説明できないって感じなんだけども、その代わりに、ここではですね、この特殊な問題に対して使えるような、毎球会のアルゴリズムっていうのを、あの、ご紹介しようと思います。あの、えっ、ー、と、切除平面の話の時にも、整数計画問題全般に使える切除平面の話と、特殊な問題に使える、例えばその、巡回整数版問題に使えるような切除平面っていう話があったのと同じように、毎球会についても、その、えっ、ー、と、全般的に使えるものと、特殊な問題、 に使えるのっていうふうな、あの、区別があったりします。で、ここでは、この最大の立リッシュ集合について、まあ、そういう話をちょっとしていこうかなっていうふうに思います。ここまでいいでしょうか。じゃあ、じゃ先ほどもちょっと、と、溶けている状況を見てみましょうかね。こんな感じ。今、えっと、171秒ぐらい経って、えっと、全然まだ、まあ、許容会も見つかってないしって感じですね。えっと、そんな感じで、あの、 頑張ってるって感じはありますけども、でもこれちょっと本当に動いてるのかななんかちょっと裏にやってしまったら。そうですね、まあ、動いてますけども、まだなかなか全然まと、あ、けてる感じはしない。もう一度後で見ようと思いますけども、まあ、こんな感じです。さあ、それでですね、今からやっていくのは、この、えっと、最大独立集合問題に対して前9回としてどういうものがあの使われているのかっていう話をします。で、これはですね、あの、基本的にですね、あの、この、 あの論文の内容に基づいて紹介するって形になります。これあ2019年に出版された、えっと、ヘスペラの論文があるんですけども、えっと、これに書かれてる内容をちょっとご紹介します。で、まあ、この、えっと、実をというとですね、この論文で、その、あの、イ9回のアルゴリズムを新たに提案してるって感じではなくてとかって言怒られるかもしれないな。えっと、この論文の、えっと、趣旨はどちらかというと並列化です。 で、まあ、並列化によって、あの、その毎休暇実際にかかる時間っていうのを削減しましょうってことをやってるんですけども、ま、あその中で、たくさん、その毎休暇のアルゴリズムも実際にその並列実装をしています。で、並列化する際にもいろんな工夫が必要なんですけども、まあ、今日はその並列化の話はしないという形で、そうです、も、用いられている、えっと、前休のアルゴリズムとして、まあ、どんなものがあるのかってことも、まあ、これもですね、一部だけになる,なるんですけども、それを紹介しようかなっていうふうに思います。で、これはあの、 論文はちゃんとその実験による評価っていうのをやっていて、っていうと、皆さんは当たり前だろうっていうふうに思うかもしれませんけども、実はですね、最適化の論文とかって言ってるものはあんまり実験することがない場合があります。ので、えっ、ー、と、実験ちゃんとやってる論文っていうのは割と貴重なんですが、えっ、ー、と、この論文ちゃんとやってる。 ま、ちゃんとやってるって、私がその、ちゃんとやってるかどうかを評価する立場にあんまりないんですけども、の私の見方はちゃんとやってるような感じがします。で、まあ、その、何を評価軸としてるかっていうと、まあ、これ、グラフの問題なんですけども、そのグラフの頂点数が、その前計、前九回によってどれぐらい小さくなるのか、とか、えっ、ー、と、その時間がどれぐらいかかるのかってことを評価してるというような形の論文になってます。でですね、えっ、ー、と、最大独立集合問題に対する前九回やるんですけども、えっ、ー、と、細かいことを見ていく前に、まずこの、評価の一部をお見せします。まあ、こんな感じになってます。抜粋。 えっと、まあこ、こあの、割とですね、大きなグラフを対象にしてます。で、えっと、ここら辺ですね、UK2002 から w e b b ー s 2 0 0 2とか言ってる、ここら辺、ここら辺まではですね、いわゆるウェブグラフと呼ばれているものです。そのインターネットのウェブページを、あのま、ネットワーク、グラフだと見なすことによって、えっと、デ,データとして扱っていると。で、そこら辺の頂点数、これ大きいものだと、118メガ。メガが100万だから、1億ぐらいですかもっとですか 1>, 1億ぐらいですね。1億頂点も、ね、<laughs> そんなもの扱えるんだってことの方が、なんか驚きかもしれませんけど、まあ、そういうのをやってると。で、下のですね、この3つかな、エイジアかヨーロッパ、ここら辺はですね、いわゆるあの道路ネットワークですね、をあの、えー、と使っていて、まあ、ここら辺でもなんかあの大きなもの、51名とか、そんな形の頂点、それはですね、あのこれ、機械学的に得られている、えっ、ー、と、ネットワークで、えーとまあ、詳細は省略って感じですね、になっています。 で、そうするとですね、これ先行研究があるんですけども、この秋葉岩田の論文っていうのがあるんですけども、まあそこでやってるものと、まあこの本研究で、まあこれを比べるという形になってます。で、時間が書いてあって、これ論文にちゃんと書いてないんですけども、これおそらく秒です。おそらく秒です。で、この先行研究の方が実は、えっ、ー、と、なんかすごく、なんだろうな、コミュニティ前9回を行ってます。 で、コミュニッタ前休回を、えっ、ー、と、並列化なしでやってる。並列化なしで言え普通にやってる。普通のプロセッサーでやってると。でこ、こっちの本研究の方は、ちょっと違う前計算を行っていて、まあ、あのそういう意味では、あの、あんまりあの真面目に前計算やってない。というか、その、コミュニッタ前計算アルゴリズム、前休回アルゴリズムは使ってないっていう感じです。で、そう、まあ、そういう感じなので、えっ、ー、と、超点数を比べると、この、まあ、先行研究の方が超点数としては、あの、おおむねその小さい、えっ、ー、と、 グラフが最終的に得られているという形になっています。例えば一番上のグラフだと、えっとまあ、もともと19メガ頂点数があったのが、まあ0.2メガとか0.3メガぐらいに、の、に減ってると。だからまあ、これでもだいぶすごいんですけども。で、かかっている時間は先行研究だと336.9秒かなっていうところが、えっと、この並列化を使っているものは11.8秒とかになっていて、これすごい早いね、という。 形になってるとだからまあ、この頂点数見たときに、まあ、この0.2メガと0.3メガ、これがなんか遜色ないと言っていいかどうかっていうのは、ちょっとまた別の問題ですけども、まあ、そう、そういう形の頂点数のグラフが得られて、まあ、時間はすごく早くなってましょう。という形の話になっています。で、まあ、そういう傾向が割と、あの、他のグラフでも、まあ見て、見て取れると。えっと、頂点数はそんなに、えっと、変わらない。んだけども、時間が大幅に減っていると。 いうような形になっているというような、まあ結果です。で、先ほど言った、その、この中で一番大きなグラフ、グこの Web ベース2001。これ、えっと、118メガ。1億頂点がありましたと言ったのは、まあこの、えっと、 毎9回を使うと、まあ、0.7メガとか0.9メガっていうふうに、まあ、これもかなり小さくなる。これ1000分の1ぐらいとかって言っていいのかなちょっとそこまで言っていいかどうかわかりませんけども、まあ、これかなり小さくなっているということになって、だからま、この小さくなったグラフに対して、えっと、真面目に言っとくかどうかってこともできますし、もしかしたら、ま、この小さくなったグラフに対して、そのヒューリスティックな感じで、近似回を求めるってことをしてもいいかもしれない。だけども、その、えっと、元々のそのグラフと、その、あのど、同等のというか、その同じ、 最適値を持つようなグラフが得られて、しかも頂点が数が非常に小さくなるっていうのが、まあ、重要なところですということです。で、実際にじゃあ彼らは、その、あ、その前にすいません。で、これいうことを彼らはしているんですけども、ま,あ、まずその最大独殊集合問題、どういう問題だったかってことを復習しましょうと。で、これはそのグラフに関する問題でしたと。グラフがあったら、その真ん中から頂点を選ぶんだけども、互いに隣接しない頂点をできるだけ多く選ぶっていう問題でしたと。 えっと、このグラフの場合は、この4つですね。エラーになる。って感じになるのが最適化になります。で、こうまあ独立集合と呼んでいるのは、このようにこの互いに隣接しない頂点からなる集合のことを言います。だから、この場合は、この4つの頂点の集合が最大独立集合、独立集合になるということになります。いいでしょうか。で、まあ、復習ですね。で一応、グラフの、えっと、用語をちょっと思い出す。 ために、これも復習で書いたんだけども、これは実はあんまり使わないことが後で判明したので、ちょっと飛ばしますけども。ただ一つ重要なのは、これ次数っていう言葉を今から使ってきます。これちょっと今までちゃんと言ってなかったので、ちょっとここで、えっと、導入します。頂点 V の次数のことをこれ DegV と書くことにしますけども、今後。これはですね、V という頂点に接続する辺のソースです。接続するってはそのくっついてると思ってください。例えばこの2という頂点には3つ辺がくっついてますから、2という頂点の次数は3であるというふうに考えると。 ということになります。いいでしょうか。はい。それでですね、えっ、ー、と、今から行うことは、この最大独立集合問題に対する毎休回アルゴリズムをいくつか紹介するってことです。で、あの、今、あの、見ているこのヘスペラの論文においては、まあ、大体この7個の、えっ、ー、と、前休暇アルゴリズムを使って、グラフを小さくするってことをしてるんですけども、えっ、ー、と、今から、まあ、この授業の中でこの7個をですね、全部説明するのはちょっと大変というか、まあ、時間もないし、 私もちゃんと理解したい部分もあったりするので、この上の3つだけを紹介しようと思います。で、まあ、それでちょっとあの雰囲気を味わってもらうという形になります。で、それを今からやっていきます。はい。じゃあ、この頂点の折りたたみという、ちょっと本当に日本語合ってるかどうかわからないですよね。これ、まあ、ま多分日本語ないんで、あの、まあ、これ英語の論文でバーテックスフォールディングと書いてあるんですけど、けども、まあ、それからまず順番に紹介していきます。はい。頂点の折りたたみ。 で、ここではこういう状況を考えます。今ですね、このグラフの中に次数が2の頂点 V っていうのがあって、その、えー、っと、頂点に隣接している頂点が、だから今 V の次数2だから2つあるわけです。V に隣接している頂点2つあるわけです。で、それを今、あの、U と W と呼びましょうとでそ。で、その間には変がない。で、こういう状況があるとします。で、こういう状況があると、このグラフを小さくできます。っていうことが言える。 っていうのが、この頂点の折りたたみっていう前球界です。で、なんでかっていうと、まずアルゴリズムを説明する前に、この状況があると、どういうことが言えるのか、性質として、どういうことが言えるのかってことをまず考えますで。それはこの下に書いてあるものです。次のどちらかを満たす最大独立集合 S っいうのは必ず存在します。で、それは何かっていうと、この S が、この初めに着目しているこの頂点 V を含む。あるいはそうじゃなかったら、U と W 両方とも含む。 このどちらかを満たすような最大特集合必ずあります。なぜでしょうと考えます。えー、っとですね、今ですね、えー、っと、じゃあこのグラフの最大特集合、まあ、あの、何でもいいので持ってきましょうと。持ってきます。そうすると、この、えー、っと、U と W に隣接している頂点のどれかを含むか、どれも含まないか、ってことのどちらかは必ず起きています。で、 ま、どちらかは起きてるんですけども、その時にこの UVW の頂点の中のいくつかを、もういくつかもその最大独立集合に含まれているかもしれないわけです。ただ、どういう頂点が含まれているのかことを考えると、今ですね、この U と W に、えっと、隣接する頂点が、えっと、一つでも含まれている場合、S という、えっと、この最大独立集合が UVW の中から含められる頂点の数というのは、必ず1個以下になります。 今、uv w のところには、これ、辺が2つあるんですけども、この中で、あ、じゃ右からやりますね。すみません。右からやります。えっと、この、えっと、uv に隣接する頂点を s がどれも含んでいなかったときには、この uvw の中で s が含める頂点の数は、たかだか2個です。3つ全部を含めることはできません。なんでかというと、u と v とか、u と w、えっと、v と w は隣接しているから。だけども、2つを、あの、選ぶことはできて、この u と w っていうのを選ぶことは、 あこの S の中に含めることはこれできるわけです。だから2個以下は含められるけども、含められるし、ちょうど2個含めることもできるということになります。で、一方で、えっと、U と W に隣接するには、この U と W を両方やぶということはできないわけです。 なんでかっていうと、今この u と w に隣接している頂点が s に含まれているというふうに言ってるわけだから、u と w 両方とも含んでしまうと、先ほどの、えっと、独立集合であるという条件を、この s は満たさなくなります。だから u と w を両方含むことはできなくって、で、なおかつ u、v、w の中からいくつか選ぶとすると、1個しか含められないということになります。よろしいですか で、なおかつ、い、じゃあ、一個含められるかというと、この場合はですね、必ずですね、V を含めることによって最大独立集合を作ることができます。なぜかというと、V に隣接している頂点は U と W しかないからです。だからその黄色の部分が何であろうと、V を含めることによって全体の最大独立集合が作れるということになります。それによって、最大独立集合としては、V を含むものかあ、そうじゃなかったら U と W 両方含むものの、 えっと、どちらかの性質を満たすものが存在するということがこれでわかります。よろしいですかちょっと言葉だけで言っていてあんまり良くなかったかもしれませんけども、まあ、それはこのイメージ図で、えっと、書いた通りの証明になります。ということになるので、この性質を使うことによって、この部分、この、この今黒く書いた部分を小さくできるということがわかります。で、それが次のページになります。今ですね、このような部分があったら、こういうふうに置き換えましょうと、グラフを。 ま、どうするかっていうと、V を消去して U と W を同一視する。で、同一視して、だから、ま、この、これをその U と W を、こう、一つの頂点だというふうに思うんですね。で、これ一つの頂点です。で、このま、U と W に隣接している、えっ、ー、と、頂点はそのままこの新しい頂点と隣接しているようにするというふうにします。で、この時に目的関数の値をプラス1します。というアルゴリズムです。で、そうすると、 えっと、この元のグラフにおける、えっと、最適値と、この、えっと、変換した後の最適値が一致するという形になります。なぜかというと、要この元のですね、グラフにおいて、えっと、この、えっと、グラフにおける最大の不思集合を,を求めたとします。で、例えば、まあ、それがですね、この上の頂点を含んでいた場合を考えましょうと。そうしたら、そういう場合には元のグラフにおいては、えっと、u と w を両方とも含むような最大の不思集合が得られているというふうに見なすことにします。 で、なんでそう見なせるかというと、この変換した後のグラフにおいて一番上の頂点が最大独立集合に含まれていたら、その最大独立集合においては、この一番上の頂点に隣接している頂点は含め,ら含めないわけです。その独立集合であるという条件から。で、それをそのまんまこの前のグラフ、あの元のグラフに持っていって、ここにの頂点は含まないという形にすれば、先ほどの性質の時の議論と同じようにして、この u と w を えっと、含むような最大の不死集合が存在するってことが分かってますから、それによって、えっと、えっと、元のグラフの最大の不死集合が得られているということが分かります。で、頂点数を比べると、元の方では、えっと、黄色い部分プラス2になってるんですけども、えっと、この前9回した後のグラフにおいては、黄色い部分プラス1頂点の、えっと、最大の不死集合が得られていますで。そうすると1個ずれているので、えっと、この前、9回を行った後の問題においては、えっと、 目的関数にプラス1をしておくことによって、全体の数値が合うという形になるということになります。ということで、この毎9回で、それは、えっと、今ですね、この、えっと、前9回した後のグラフにおいて、最大の不必集合をあの求めたら、この上の頂点が含まれているものが見つかった場合の話です。で、そうじゃなかったらどうなるかっていうと、えっと、そうじゃなかったら、この一番上の頂点はこう、含まれてないと。いうことになります。 で、その時には必ずこの一番上の頂点に隣接する頂点の中のどれかが必ず最大独立集合に含まれていなくてはならないということがわかります。なぜかというとそうでない時には一番上の頂点を含めることによって今考えている独立集合の頂点数を大きくできるからです。ちょっと今口だけで言ったからよくないですよね。わかりますかね。 もし、この一番上の頂点が、上の頂点が独立集合に含まれていなかったら、必ず、それに隣接する頂点のどれかが最大独立集合に含まれています。で、じゃあそれを、その状況を元のグラフに持って帰ったらどうなるかっていうと、黄色の部分は同じ、えっと、集合を持ってきて、上の部分では、この V の部分を含めてあげましょう、というふうにします。で、そうすると、これによって元の、あの、グラフにおける最大独立集合が見つけられるという形になります。 でそうすると、最大特異集合の大きさとしては、えっと、黄色の部分、プラス1になってまして、あ、元のグラフですね。ではなってまして、それは、えっと、前9回の後のグラフにおいても、黄色の部分の、えっと、よ、頂点数、プラス1となっていて、えっと、最適値も、あっち、一致しているという形になるということになります。ということで、この前9回アルゴリズム、リズムは、正しい変換をしているアルゴリズムであるということが言えるということになります。 よろしいですかで、こういうような形の、あの、変換をするということを、他の場合でもやっていくと。今は、このような状況があったら、それしましょうというふうに言ってるんですけども、まあ、そういうような形で、局所的な構造を見て、うまくいくところがあったら、こういうふうになんか小さくしていくということをやります。ここまでいいでしょうかはい。ではですね、えー、っと、 二つ目の、この単体的頂点の除去っていう話をしたいと思います。で、単体的頂点と呼ばれる、まあ、シンプリシャル・バーテックスと呼ばれるような概念があるんですけども、これをまず定義します。えっと、頂点 V が単体的シンプリシャルがあるっていうのは何かっていうと、その V に隣接する頂点同士が隣接していることです。今ですね、この V っていう頂点がここにあるんですけども、その V にですね、この四つの頂点が隣接、隣接しています。で、ここでは、この四つの頂点同士が、ここですね、あ、書けなかった。 このですね、この4つの頂点同士が互いに辺で結ばれている、隣接しているという形になっています。で、でその時にこの V という頂点のことを単体的というふうに言います。いいですかで、こういうその単体的な頂点があったら何が言えるのかというふうに書いてあるのがこの下の性質です。で、何かというと、こういう時には必ず V を要素として含む最大独立集合が存在します。なぜか、 というと、今ですね、この V の周り、この場合この,この V を含めてこの5頂点なんですけども、この5頂点を見ると、5頂点の間には全てこう辺があるという状況になっています。それはこの V が単体的であるという定義から導かれます。そうすると、この V と V に隣接している頂点、この場合5個の頂点の中で、この最大独立集合に含められる頂点の数というのは多くても1つになります。2つ以上の頂点を持ってこようと思っても、その2つの頂点必ず隣接してますから、 えっと、独立集合には、この V と V の隣接頂点の中から2つは持ってこれない。ってことになるわけです。じゃあ、だから、そこでは1つ、多くても1つしか頂点を選べないんだけども、実際、必ず V を選ぶことができます。ということになります。なぜかというと、V 以外の頂点は、この外側のこの黄色い部分ですね。ここと隣接頂点を持ってる可能性があるわけですけども、V はないので、えっと、黄色の部分、 から、この S の頂点がどのように選ばれようとも、V っていうのはこれ必ず選べる、選べる、選ぶことができるわけです。いいですかだから、えっと、V を必ず選んであげれば、それが、えっと、黄色の部分と合わせて、えっと、最大のフィッシュ号になってるという形になるので、必ず V を要素として含む最大のフィッシュ号が存在するということが言えます。いいですかということがわかるので、 えっと、それの、この性質を利用して、前計算、前処理、前9回を行いましょうということになります。で、ルールとしては、次のようなものになります。アルゴリズムとしては、この単体的頂点 V というのがあったら、V とその隣接頂点をべて除去します。ざっと。で、えっと、これですね。えっと、目的関数に一を加える。ってことをします。で、そうすると何が起こるかっていうと、この前9回を行った後のグラフにおいて、 最大独立集合を見つけると、この黄色の部分からいくつか頂点が選ばれるという形になります。で、そうしたら、この元のグラフにおいて、その黄色の部分で選んだ頂点をそのままにして、V も選んであげる。ってことをします。で、そうすると先ほどの性質からそれが、この元のグラフにおける最大独立集合になるということがわかるわけです。 つまり、えっと、前9回した後のグラフにおいては、この最大独立集合を黄色の部分から求めてあげて、その頂点数プラス1をすると、えっと、最大独立集合というか、えっと、元のグラフの最大独立集合の要素数がそのまま求まるという形になるわけです。という形で、ここで書いてある前9回アルゴリズムは正しいアルゴリズムであるということがわかります。よろしいでしょうか。はい。 ではですね、えっと、最後の、あのしょ、紹介する、えっと、状況になるんですけども、これがその双子頂点の縮小と呼ばれるものです。 実はこれはあの、二パターンあって、その二パターンをちょっと説明していこうと思うんですけども、どうしようかな。ちょっと今、キリがいいので、ここでちょっと休憩にしましょうかね。じゃあちょっとここでキリがいいので、休憩にして、じゃあ3分休憩にして、3分休憩した後に、この双子頂点の縮小の話、まあ2つあるんですけども、それをしていこうと思います。じゃあちょっともう一度、休憩前に、計算をずっと続けてる、これどうな感じかってことを見てみると、今ですね、1550秒経ってるんですけども、まだ全然計算終わんない。えっと、 ですね。えっと、教会も見つかんないって感じですね。全然、計算終わらない感じで、多分、あの、この、えっと、休憩終わった後も、あの、この授業終わった後も全然何も起こらないって感じだなと思いますけども、まあ、とりあえず今こういう状況です。ということをお伝えします。はい。それではですね、今からじゃ三3分休憩するので、えっと、時計ですね。じゃあ今から3分休憩しますので、教師の方すいませんが、ちょっと関係の方、ご協力お願いします。じゃあ3分休憩します。 ああはい。それでは、えっと、再開したいと思います。じゃあ、ちょっと教室の方、換気ありがとうございました。えっと、もうちょっと計算見てみますと、あこんな感じ。まあ、全然。全然なんでしょうね。えっと、ちょっとこれ、あの、見,見方がわかんないと何、なんとも言えないと思うんですけども、あの、ここに、あの、点 四点六六二一八八 e プラス零四って書いてあるんですけど、これはあの、これあの、これちょっと見えませんけど、これデュアルバウンド。だからあの、えっと、相対問題、えっと、だから、線形略緩和の相対問題の最適値のようなものをここに書いてるんですけども、だから、えっと、なんだろうな、いろいろとそのなんだろう、あの、 えっと、計算していくとですね、これがどんどんあの変化していってほしいんですけども、これ、あの、171秒のところから1792秒のところを見ても、これ全然変わってないんですね。だから例えば、なんかその、えっと、雪上平面をあの付け加えたりですね、えっと、分子限定法を、あの、詰めていくと、これ,これがどんどんあの変化していってほしいんですけども、全然、なんか1000秒ぐらい経っても変化してないっていう感じですごくなんか解きにくそうにして頑張ってるんだってことはわかるんですけども、 ま、頑張ってるんですよね。頑張って全然解けないという感じになってますね。で、この中、あの、この1とか100とかあります。これは先ほどの,その濃度の数ですね。だから今その、えっ、ー、と、分子限定法というか分析情報で、まあ、探索をして500個ぐらい今、濃度を作ってるんですけども、何も起きてないというか、うまくいってない。で、あの、境界も見つかってない。このプライマルバウンドって書いてあって、今この横棒2本なんですけども、これが、あの、そのプライマルバウンドだから、えっ、ー、と、境界が見つかって暫定界があったりすると、この部分が、あの、 変わってくるんですけども、今それ、それさえ見つかってないから、これ横棒2本でずっと止まったままって感じになってるという感じで、全然計算が、あの、計算してるんだけども、全然いい回も見つかってないし、デュアルバウンドも更新されずに困ってる。あ、今なんか2000秒になって、1000秒ぐらい経ちました、300秒ぐらい経ちましたけども、まだデュアルバウンド全然変わらないし、今日も見つかんない。大変ですねって感じですね。また後でお見せします。はい。まあこれ、だから、えっと、えー まあ、以前は、えっ、ー、と、そればっがすごく良かったんだよってことをあの言いたかっただけなんですけども、一応、まあ、どれぐらいう具合解けないかってことをですね、まあ、前休回なしではどれぐらいう具合解けないかってことを今お見せしているというふうに思ってください。はい、それではですね、えっ、ー、と、その最大の不足集合問題に対する、その前休回について、この双子頂点の縮小って話をします。で、この双子頂点っていうものを定義するんですけども、実はですね、双子頂点っていう概念はグラフにおいていろんな定義のされ方があり得て、 えっと、論文とかですね、あの、著者によっては違うものを双子頂点ということがあるんですけども、この論文ではこれを双子と呼んでいます。で、何かというと、2頂点 UV が双子頂点であるというのは、まずこの2つの頂点の次数は3であるというふうにします。で、なおかつ、えっと、U の隣接頂点の集合と V の隣接頂点の集合が一致している。だこんなような状況です。今、U と V ってのがあって、U と V には、えっと、3つ頂点が えっと、隣接してますと。で、その3つの頂点は U と V で共通になっているというのが、この U と V が双子であるということの定義です。はい。で、今は、こので、えっと、U と V の,この隣接頂点これ、これ3つあるんですよね。なんでかっていうと、こ U と V の次数3だから。で、その中、間にこうあの1個でも変がある場合まず考えます。これがこのカッコ1番の方です。で、そういう時には次の性質が言えます。 何かというと、えっ、ー、と、今言ったその U の隣接頂点下に変がある場合これです、ね、変がある場合には、U と V の要素として含むような最大独立集合が存在します。なぜでしょうかと。またですね、この5頂点の部分に着目してほしいわけです。で、じゃあこの、この5頂点の部分の中で、この最大独立集合が選べる頂点の数はいくつでしょうということを考えます。で、じーっと眺めると、えっ、ー、と、えっ、ー、と、2つしか選べない。 ということはわかります。えっと、三つ選ぼうと思ったら、えっと、パターンがあって、えっと、パターンがあって、三つ選ぼうと思ったら、パターンがあって、あ、そうか。だから、えっと、UV って言うがあるんですけども、あ、そうか。だから、三つ選ぼうと思ったら、UV 以外に、こちら側、下の方の三つの中から、一つは、頂点を選ぶ必要が出てきます。で、そ、それで、えっと、U と V、 両方を選んで下から一つ選ぶっていう風にするとこれダメでなんでかっていうと UV と下の頂点は隣接してるから。だから3つ頂点を選ぼうと思ったら下のところから3つ選ぶ必要が出てきます。だけどもその間には必ず今変がある状況を考えてますからそれもできないっていうことになります。ということなのでこの5頂点の中から最大独立集合が選べる頂点の数というのは多くても2つになります。 ね。多くても2つ見ます。じゃあ実際2つ選べますかっていうふうに言われたら、これは U と V を選べば必ず選べるということになります。なんでかというと UV に隣接しているものの中で、えっ、ー、と、黄色に入っている部分がないからです。ですね。だから U と V を必ず含むような最大特殊集合が存在するということになります。いいでしょうか。 ここで言ってるのは、どんな最大独立集合も UV を含むとは言ってないので、それは注意をしてください。これ先ほどの、あの、あの、頂点の折りたたみとか、あの、単体的頂点の時もそうなんですけども、これ存在するということしか言ってなくて、どんな最大独立集合も UV を含むとは言ってないので、それは注意をしてください。だけども、この性質があることによって、この、あの、青い部分ですね。この部分でうまく、えっと、頂点数を減らすということができます。で、それがそのアルゴリズムです。 でどうするかというと、えっと、先ほどの単体的頂点のときと似てるんですけども、この UV とそれに隣接している頂点をごっそりと取り除きます。で、えっと、目的関数にプラス2をするということをします。で、こうすると、この黄色い部分で見つかった、この前9回行った後のグラフのこの黄色い部分で、最大60。 集合が見つかったら、それに対して U と V を付け加えてあげるってことをすると、元のグラフの最大独立集合は一つ見つかるという形になります。で、この二つ付け加えるっていう部分を、この前9回の後の部分で反映するために、目的関数にプラス2をすると,ということをしますと。ということで、このアルゴリズムは正しいイ9回アルゴリズムになっているということになります。よろしいでしょうか。今はですね、この双子頂点 UV、v の隣接頂点の中に変がある場合を言いました。で、もう一つのあの場合、カッコ2の場合っていうのはその変がない場合の話になります。変がない場合ですね。この中に変がない場合。その時にはここに書いてある性質が成り立ちます。でちょっとややこしいけども読みますとで。何かというと、次のどちらかを満たす最大独立集合 S が存在すると。 で、それは何かっていうと、UV の両方とも含むか、UV の、あ、U の隣接頂点、この下の3つの頂点をすべて S が含むか、のどちらかですと。これはですね、初めにあの頂点の折りたたみって話をしました。その時は、こんな感じになってて、ここに黄色いのがあって、こんな感じになってて。こんな感じでしたね。これ頂点の折りたたみ、バーテックスフォールのところ。まあ、こんな感じになっていたんですけど、まあ、これと似てます。で、この時も、上の頂点を含むか、下の頂点を含むような、 最大で独立集合が存在するっていうふうに言ったんですけども、この双子の場合はの上の2頂点か下の3頂点を含む、えっと、最大独立集合は存在するというふうに言ってるということになります。だから、まあ、この元々のバーテックスフォールディングでは上が1頂点、下が2頂点だったところが、この双子の場合では上が2頂点、下が3頂点になってるという感じのまあ対応もあるように思えますし、この性質が成り立つってことの証明も全く同じような感じです。 まあちょっとそのバーテックスフォーリングのとこどんな感じだったかってことも、あの、もう,もう忘れてると思うので、ちょっとやってみましょうと。だからその、あの、証明の議論をちょっと繰り返してみます。で、どんな感じかっていうと、今ですね、この、えっと、最大大陸集合を考え、考えるときには、それ、それはこの黄色の部分で UV の隣接頂点と隣接頂点の中の頂点を含んでいるか、そうじゃない場合の2つの場合が考えられるわけです。 で、えっと、この右の場合は、この上の5頂点から最大何個頂点を S に入れられるかってことを考えると、この場合は3つ入れられます。で、3つ入れられて、その3つっていうのは、この下のところから選べます。という形になると。なんでかっていうと、この隣接頂点が1つも選ばれてないから。これはできると。で、そうじゃない場合には、えっと、ここになんか1つなんか、あの、選ばれてる頂点があったりするので、この下の3つの頂点を全て選ぶってことはできなくなります。 だから、この青いところから選べる頂点の数はずは、たかだか2個になって、でその2個の頂点として、上の UV っていうのを選んであげればよいでしょう、ということになる。ということです。で、これによって、最大のフィッシュ信号が作れます、ということになります。いいでしょうか。ということを加味すると、えっと、次に挙げるような、えっと、前9回アルゴリズムが作れます、ということになります。 でどうするかっていうと、えっと、それもこのバーテックスフォールディングの時と似てるんですけども、上の部分を一つの頂点にこう潰します。潰します。で、もともとその、ここの部分と黄色のところにこう、あの、隣接していたところを、えっと、変として残すという形にします,ですか、ねで。そうすると、この前9回、あ、で、それ、これですね、目的関数にプラス1をします。でそうすると、このもと、あの、 作ったですね、この毎9回によって得られたグラフの最大独立集合を作ると、この付け加えたですねこの、この潰した頂点を含むような、えっと、最大独立集合が得られるか、これを含まないような最大独立集合が得られるかって形になるわけです。で、その、えっと、場合に応じて、この元のグラフにおいては、色をつけたくなかった今。この元のグラフにおいては、消えないですね。元のグラフにおいては、えっと、これを含んでる、 場合この新しく潰した手で計算した最大独立集合を含んでいる場合には、元のグラフにおいては、えっと、この下のですね、3つの頂点を、えっと、含むような最大独立集合を持ってくるという形にしてあげて、えっと、この前計算、前9回行った後のグラフにおいて、一番上の頂点を含まないような、えっと、最大独立集合が得られたとすると、元のグラフにおいては UV を含むような最大独立集合を考えればよいという形になると。 なんか、それもそのバーテックスフォーリング、頂点の置きかたりの時の議論と同じような形で、えっと、これがた確かに正しい、えっと、イ休暇アルゴリズムになっているということがわかるということになります。いいでしょうか。まあ、こんな形で、こういうその、まあ、あの、小さな部分っていうかですね、こういうあの、ローカルな部分を見て、えっと、こういうふうにあの、グラフを変形していくという形で、この前休暇ができるという形になります。 でですね、えっと、実際のこのマイ計算アルゴリズム、これも、これは前景じゃない、これマイ9回って書きたかったんですけども、これ後で直します。なんか、私の中でその、イ計算とマイ9回と前処理がですね、ごっちゃになって、今も何度も言い間違えてるんですけども、この授業の中では、マイ9回っていう言葉で統一したかったんですけども、うまくいかないから、なんかマイ計算とかって形で、えっと、間違えて書くことがあったりしてすいません。だから、これ全部マイ9回と、本当と書きたかった。 毎9回アルゴリズムとしては何をするかっていうと、先ほど挙げたようなアルゴリズムあ、頂点の折りたたみや単体的頂点の除去とか、えっと、双子頂点の縮小とかいうのがありますし、まあ、これ紹介しなかったルールもあります。で、そういうものを適用できる限り適用するってことをします。だから例えばその頂点の折りたたみが適用できるような部分があったら適用する。もうあ全部に適用します。で、それを適用し終わった後に新たに頂点の折りたたみが適用できるとことが 出てくる、てくる可能性があります。で、それがあったらそこにも適用する。で、なんかそれをし,し,したときに、なんか不過ご調の縮小ができるところが出てきたら適用する。って感じで、もうその、今手持ちに持っているグラフにおいて、まあ、どれかなんかルールが適用できる場合があったら適用する。もうとにかく適用する。ってことをずっと繰り返す。で、ルールが適用、適用できなくなるまで繰り返す。 ってことをやるのがだいたいこの手のあの前9回アルゴリズムが行うことですで。それによってどん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 そのグラフを小さくしていくということを行うわけです。で実際はですねこれらのルールをどの順序で適用するかっていうのも実は重要になったりするんですけども、まあ、それはですね割とそのアルゴリズムを実装するときとかあの。 適用するの工夫になったりして、まあ、そこも、ま、工夫しどころではあるんですけれども、まあ、ここ、ここではそれについては、ま、述べないことにして、いずれにせよ、もう適用できる限り適用するっていうのが、この前9回では、あの、よく行われることになります。で、これによって、ま、グラフを小さくするということですね。で、まあ、で、先ほどの例によると、まあ、大きなグラフであっても、なんか、あの、頂点数が千分の1倍ぐらいになったりして、非常に嬉しいですね、ということになる、ということになります。よろしいでしょうか <laughs> まあちょっと今あの説明が割とあの発症られていたりあの図だけで説明しようとしていてあんまりうまく伝わらなかったかもしれませんけどもまあこういう雰囲気のものだってことがあの理解できればいいかなっていうふうに思いますしまあ皆さん自身が何かこの大規模な問題を解こうとするときにこういうその前休憩であるとかそういうものが非常に有効に働く場合があるんだってことはあのちょっとあの えっと、頭の中に入れておくと、皆さんが解きたい問題も、あの、割と簡単にとは言わないけども、えっと、効率よく解ける場合があるかもしれませんので、まあ、その点は、あの、皆さん、あの、自分の、あの、生活や研究の中に生かしていただけるとありがたいかなというふうに思います。はい。で、これで前9回の話終わりになります。あとはですね、全体のこの14回のまとめを、っと、していこうと思います。この半年で何を学んだのかってことと、この半年で何を扱わなかったのかってことをちょっとご紹介していきます。 えっと、講義の概要っていうのを一番最初の回の初めに言いました。この授業では、離散最適化におけるトピックの一つとして、整数計画法を集中的に学ぶということをして、まあ実際にやってきましたと。で、まあなんで整数計画法を扱うのかってことをその時に言いました。で、一つは、離散最適化における、まあ重要な手法であるってこともそうですし、実務上多くの問題が整数計画法で解かれているってことがあります。ので、えっと、それをご紹介すると。で、 まあこの整数計画法でいろんな問題が今後もあの解かれていくかどうかってことは分からないんですけどもまあおそらくそうでしょうと。ただまあ遠い未来そうなるかどうそうであるかどうかってことも分かんないんですよね。ただまあそうでなくてもこの技法はおそらく未来においても役立つでしょうと。それはそのどのように問題をモデル化するのかってことでもあったり、どのように問題を解くのかっていう部分においてもそうであると思ったのでまあこういうお話を一学期間してきたという形になります。 で、まあ、実際に、その整数計画法においては、いろんな、そのま、違った問題ですね。違ったように見える問題。巡回整数版問題やナップサック問題というような問題も、まあ、全部こう整数計画問題として表せますよって話を、あの、モデリング、そのモデル化のところの話としてしました。はい。 で、その後で、それどう得るのかって話をして、それはそのアルゴリズムの話だったと。初めに、あの、分子限定法の話をして、その後に、あの、あの、えっと、切除平面法であるとか、列生成法であるとか、あるいはラグランジュ緩和を使う方法であったりとか、今日、前計算、前9回の話とかもしたということになります。 ででその時には、この一般的な、その、どんな整数計画問題に対しても使える話っていうのと、その個別問題の性質をうまくあの活用した、えっと、アルゴリズムって、その、まあ、どちらも重要なんですよっていう話を、まあ、したつもりでいます。例えば、あの、巡回整数版問題の時には、えっと、いろんなその、えっと、不等式を 加えるときに、あの、いろんな工夫ができますよっていう話もしましたし、ラグランジュ緩和を作るときに一時期というものが使えますよっていう話をしたりしたということになります。はい。で、まあ、講義の、えっと、スケジュール、もう一度眺めると、まあ、はじめに、まあ、準備として、まあ、線形計画法とか、まあ、線形計画緩和の、えっと、復習をするというところから始めて、ま、ングの話では、 あそこにリセ計画で話もしましたね。その、オアまたはっていうのをどういうふうに表現するかとか、あとその、えっと、ビンパッキング問題とか、巡回セスマ問題のと時には、いろんな、あの、工夫ができますよって話もしたということになります。はい。で、まあ、アルゴリズムとしては、分子限定法っていうのは一番基本的なアルゴリズムなんですけども、それに対して、まあ、いろんな工夫がありますよと。えっと、説平面法、 特にその、えっと、制約の数が非常に多い場合には、制約をどんどんその新しいものを追加していくことによって、どことができる場合があるってこともやりましたし、列生成法においては、変数の数が多い場合に、その使う必要がある変数っていうのを一つずつ付け替えるっていうような方法があるという話をしたということになります。はい。で、まあこれ14回の授業だったんですけども、まあこの中で扱えなかったあのトピックっていうのもたくさんあります。 で、まあ、モデリングにおいてはですね、実は、あの、トスタメンタの整数性っていう、これ非常に重要なトピックがあって、これはですね、本当に重要で、なんでこれの話をしなかったんだろうっていう気にもなるんですけどもあ、これはこれでですね、えっと、別の15回ぐらい使えるような話であるかもしれないので、まあ、ちょっと今回この話では、この授業ではちょっと扱わなかったという形になります。その、あの、モデリングをする際にですね、その、良いモデリングと悪いモデリング、まあ、悪い定式化、良い定式化があるとかいう話があったんですけども、実はその良い定式化である、 ものの、その判断材料の一つに、この整数性っていうのがあったりします。 ただ、えっと、それはちょっとこの授業では使ってなかったので、まあ、あの、興味がある人は勉強してみてくださいということになります。で、アルゴリズムの方は、本当にですね、今の、あの、この整数計画ソルバーは非常に高度で、いろんな機能とかいろんなアルゴリズムが中で動いていて、それらが組み合わさって、実際のその、ソルバーというのはできているという形になっています。で、ちょっと先ほども言ったんですけども、その売り物になっている、こう、商用とですね、ソルバーっていうのは本当に中身はどうなって,どうなっているのか全くわかりません。私もわからない。 たぶん、あの、普通の人は誰も知らない、あの、作ってる人しか知らないっていう形になっていて、えっ、ー、と、まあ、困るという言い方していいのかどうかわかんないんですけども、まあ、非常に本当に高度です。ただ、あの、いろんなその教科書とかですね、論文とか見ると、い,いろんなテクニックとかですね、アルゴリズムっていうのが提案されていて、本当に、あの、この分野はですね、その現在も活発に研究されていて、その、新しいその、 えっと、ソフトウェアのバージョンがリリースされるたびにですね、その性能が上がっていってですね、本当にすることになっているって感じになりますので、まあそういうですね、あの機能をうまく使うっていう部分も重要ですし、その中でどういうあのアルゴリズムが動いてるのかってことを、まあある程度理解して、その、そのあのアルゴリズムを理解した上で、いろんなソルバーを使うと、そのソルバーをうまく使えるっていう部分もあると思いますので、そういう形でですね、もし興味があったら、あの、えっと、勉強。 研究をして皆さんの,あの生活の中で生かしていっていただければなというふうに思います。はい。では今日の授業、まあ、あの、この半年間の授業、これで終わりになります。ありがとうございます。